中村報道は日本の政治家、長崎県知事、名前の本来の読みは乗り道、長崎県南高木郡有江町の一本釣り漁師の家に生まれる、長崎県立島原高等学校、長崎大学経済学部卒業。1973年、長崎県庁に入庁、最初の配属先である税務課の上司に2位関なりがいた。 その後国際課長、日蘭交流400周年記念事業推進室長、秘書課長、津島市長長、農林部長、総務部長等を歴任し、2009年4月に長崎県副知事に就任した。2009年11月4日、金子源次郎長崎県知事が2010年2月に行われる長崎県知事選挙に出馬しない意向を表明。 自由民主党や地元財界からの立候補の要請を受け、同年12月22日に副知事を辞任し、出馬を表明した。選挙戦では、財界関係者らが組織した、新知事を作る県民の会を母体に、農業者農政運動組織連盟のほか、各種団体の推薦、自民、公明両党及び、金子知事の個人講演会からの支援も受け、民主、社民、 国民審の与党3党の推薦及び、連合長崎の支持を受けた元農水官僚の橋本、強や、元自民党参議院議員で、プロレスラーの大仁田厚志ら、過去最多の対抗馬6人を破り初当選した。なお、長崎県の衆参の6選挙区の当選者は、全員民主党所属の議員であり、衆院選以来の初の大型地方選挙での民主党、推薦候補の敗北は、 民主党に少なからず衝撃を与えた。この知事選で民主党系候補の敗北について民主党の小沢一郎幹事長は直接の責任は否定しつつも敗因の一つに自身の元秘書3人が起訴された陸産会事件を挙げ私自身の不徳のいたすところで皆様にご迷惑をかけたことは大変申し訳なく思っているし、それが 決してプラスの要因には働いたことはないと述べた。また、鳩山幸男首相も厳しかった。国政の影響があったことは否めない。政治と金の問題の影響を受けたというべきだ。真摯に受け止める必要があると述べた。3月17日に長崎県庁に初登庁し、長崎県知事に就任。長崎県では史上初めての 県庁職員生抜きの公選知事であった。また、初の第二次世界大戦後生まれの知事である。民主党では、知事選の選挙戦中に、民主党選挙対策委員長の石井、はじめさん議員議員が、それなりの姿勢発言を行ったほか、中村の知事就任後にも民主党幹部が、今後は、予算で農協を押し上げていくと発言し、中村知事への反発を隠さなかった。 2014年長崎県知事選挙2013年11月、翌年2月の長崎県知事選挙に再選を目指して立候補する意向を固め、11月21日の長崎県議会本会議で正式に出馬を表明した。2014年2月の長崎県知事選では自民、公明両党から前回の支援を上回る推薦を得たほか、前回は 対立候補を擁立した民主党の長崎県連から支持を受け再選された。2018年長崎県知事選挙2018年前回と同じく自民党及び公明党から推薦を受けたほか民進党長崎県連からの支持も受け選挙戦を戦い長崎県知事に参戦した。ありがとうございます。